新グッズタオルの方がね到着したんですけれども、今回も恭平に、デザインをお願いして LINE で、まあ、他のアーティストさんのタオルとかだったりこんな感じがいいですっていうのをお伝えして恭平に考えてもらったんですけど、非常にいいデザインですね。こちらこれをね、今年の夏は持ってかけて、たくさんねライブに遊びに来てもらえるように、活動を頑張っていきたいなと思います。まあ、でもね、ちょっと今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は、7月5日のビリーメの流れを、はい、MC 含め確認していく感じにしていきます。うん、了解です。あとスピーカーの位置を前に置いてるので、ちょっと音とか、うん、最近ちゃん側には聞こえにくい部分あるかもしれないですけど、あったら変えたいので決めてください。うん、了解です。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうも皆さん、こんばんは。坂口優です。見てください、 CD が届きました。7月6日発売、お役の、新曲、明日への CD を全部買ってみた動画、よろしくお願いします。聞いたんですよね、FX のお役さんのマネージャーさんに、まあ、僕直接問いかけて、今回 CD 何枚発注したんですか、何千枚です、じゃあ全部くださいということでね、今日はもう僕が全部買いました。面白いじゃん、面白いじゃん。すいません、ご覧の皆さん、すいません。今回、三浦拓也が、これ開けていいですか、せっかくなんで、1万円ぐらい。ちっちゃいやつだね、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつだ。ちっこいのもあるから。あら見えますかね。こうでしたっけ、こうでしたっけ、YouTuber だ。こう見てください。明日へ。シンプルな、ジャケット写真。これ、元メンバーの方が、山田きょん、キョンペイみたいな人が描いてくれたらしいです。いいですね、三浦君の表情も優也君の表情もすごく明るい、いい天気の場所で撮ってますね。あ、後ろのこの CD のやつも明日へ、ここにロゴが入ってます。このロゴを考えたもんだ、山田新平だったら、すごいですね。これせっかくなんで聞きたいんですけどね。では、1曲目の、リハからしていただきたいなと思います。1曲目なんですけども、1曲目2番マイク使わないので、お二人お願いします。1曲目というか明日へという楽曲ですね。諦めはしない、迷いながらでもここまで
かっこいいでしょ、アーティストだからっていうね、感じのグループだったかもしれないんですけども、そうじゃなくて、もうどこにでもいる俺みたいなやつ、ね、ゆやみたいなやつが、俺ら二人で手を合わせて、みんなと並走しながら、みんなの人生も楽曲を使ったりとか、僕らのエンターテインメントで応援しながら、みんなでより良い方向にね、行けるように、一緒に、今後皆さんと走っていければなというふうに考えております。そういった泥臭い姿だったりとか、そういった成長過程、こっから、お前らここまで下がったのに、また回復したのかっていうような、そういった楽しいエンターテインメントを来年の3月まで、必死で、頑張って、その姿を皆さんにお見せすることによって、勇気を、そして感動を与えれるように精一杯頑張っていきたいと思います。まず今日集まってくださったこと本当に感謝していますが、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。すごい、すごいね。だいぶ目立つようになりましたね。ビッグボスの横か、嬉しい。超嬉しいね。日付も書いてある。日付も書いてあっていい？家ここできる？家系7月6日か。そうです、6、はい、そうでしょう。ファンズアフタヌーンというミュージックファン制作の番組となっています。はい、これまでもホワイクさんの楽曲は何度も書きさせてもらって、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。で最初は、17日です。7月17日の日曜日の、17時台にオンエア予定となってます。たくや、モザイク入る。モザイク入れなくていい。多分それ気にしすぎるよ。なんかいろいろあるじゃない、ジャンルも。いや、カメラ回してくれるのはありがたいんですけど、俺今安い皿食べてる。2枚とも。いくら3つもいった。ホワイクを正式名称として2人体制で再出発をしました。はい、ということで三浦拓也さんと坂口裕也さん、はい、たっぷりお話聞いていきたいと思いますよ。でも今アナウンサーの方の、はい、僕らの紹介、はい、うとうとしちゃいました今。おい、消えすぎて。いつもそれ自分らで言うのに紹介していただいて、 ありがたいですね。もうなんかそんなことないですよ。もうなんかメロメロになっちゃうかもしれない。その気になっちゃう。その気になっちゃいますよね。で、まあそんなホワイクですけども、はい、昨日7月6日、はい、ニューシングル明日へ、はい、リリースということでおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。オリゴ糖部長さん、はい、ガラナファンがいるんだな。いや、そうですよ。僕の友達はみんなガラナ大好きです。友達になれる基準はガラナ好きか嫌いか。やば、狭素材隔離してたんですよ、マネージャーさんからもらって。ちょっと近くで見せれないんで。ああ、止まらない雨。
モーション。これがめっちゃ楽しんでますか、拍手ください。いやもう本当さ最高ですよね、こういう外で。やっとさ、もうずっとってさ、テレビだとか、まあ、携帯もそうですけど、家の中で過ごさなきゃいけない時代が続いて、やっとね少しずつ気は抜けないんですけれども、こう楽しい時間をね皆さんと共有できる日を、僕らはねアーティスト活動している身としてとても嬉しく思ってます。今日は僕ら終わった後もね、まだイベントとして進んでますし、はい、これから北海道中ね、いろいろな祭りがありますので、2年間分一緒にね楽しんでいけたらと思ってます。ありがとうございました。はい、これ私が真ん中に行ってます。さあ、夏の方ホワイクの2人登場していただきました。もう喉の水分がゼロになって、あれですね、ありがとうございました。途中で水飲みたくてしょうがなくなるぐらい熱気がありましたね。そして予想の8倍ぐらいで、ね、みんなが一緒に楽しんでくれる、声を出せない両親もね、シートダンスもできてるよね。1回しかやってないけど上手もう練習してくれてたんです。ありがたいわ、ありがとうございます皆さん、本当に楽しいイベントでした。ありがとうございます。 TikTok 撮るらしいです、 HBC さんの屋上。なんかゆうやがわがまま言ってこじ開けたらしいです。しかもすっごいテレビのディレクターさんが直々に撮ってくれるらしいです。ありがたいことに久しぶりに屋上に来ました。あのわがまま言ってないですか。時間帯がちょっとね、いつも午前中に撮ったから。今日は夜は花火が打ち上がるということで楽しみですね。夏が来ましたよ、2年ぶりに。あと今日のライブもすごくね、まあクオリティこそ全然納得はできてないですけど、楽しんでくれてる皆さんの笑顔を見れたので頑張る活力になりました。これどこですか。明日、明日、明日。